村長。お、来たか、一。爺様から聞いてる。幻の人たち見てきたそうだな。うむ、山の精霊を告げると、一何かあるかもしれんな。よし、村長として、一をこの村から食べ出すことを許そう。お、ナイス。なんていい村長。めっちゃいい人たちだな、ここら辺の人たち。めちゃくちゃいい人たち。それが霊毒行為になることができるかもしれん。お前ももう17、そろそろ自分の行く道を決めていく頃じゃ。気をつけてくるぞ。いやー、17歳でも決めなきゃいけないんだ。まあ、18歳でね。まあ、大体みんな大学行くか、就職するかってなってくる頃ですから。まあ、確かにね、決めてもいいかもしれないね。ちょっと妹に話さなきゃダメだよ、じゃあ。妹よ。陰謀よ、陰謀。陰謀。妹よ。我飛ぶやつと鍛える。我、あ、牛小屋だった。自分ちと牛小屋は間違いの最悪だ、マジで。幸せが疲れちゃって、お兄ちゃんは少し休んでいく。休みます。それじゃあお休みなさい。びっくりした。フリーズしたかと思ったわ。花火の中寝れますか？大丈夫？猫目襲われない？急に。祭りは夜が明けるまで踊り明かしたのであった。てれれれれってって。祭りはその夜まで音声台に告げられた。人々はあるいは、歌い、あるいは踊り、年に一度の祭りを知れた。そして夜が明けた。同じこと言ってら。同じこと言ってら。よし、あ、お兄ちゃん、まず飛び乗っていく、ベッド。よっぽど疲れていたみたいね。村長から聞いた霊毒塾行くでしょ。霊毒城ね。王様に会ったらこの世界のことがわかるかもしれない。王様にわかるのかな？何か恐ろしいことが起きそう。だからお兄ちゃん止めたりしないのに。うわ、すげえ理解のある妹。みんないいやつばっかり。すごい、日差しが素晴らしい。カロデニア素晴らしいですね。じゃあレポートさせてください。一人立ちするときですね。なんか、人はどこから来てどこに行こうというのだろうか。私はいつかここにいるのか。最近はそれすらもわからなくなってしまった。と、これは、霊徳城の若き王の霊徳様の言葉。なるほどね。意味深ですな。えい。お、いちか。いよいよ旅立ちだな。この山を降りて、南に行くと、霊毒の城下町。そう簡単に王様に会えないだろうが、行っちゃうなんとかなると。おー、ありがとう。お釣りくれた。気をつけて。もうくれてるものだと思った、俺。ごめん。普通に使い込んでたわ、俺。お釣り。しかも、お釣りもクソも、もう全額丸々もらったからな。優しいね。ね、ひどいと思わない。何度ったら結局ペンだとくれなかったのよ。あ、もうあんなやつこっちから振ってるわ。妹が好きやからな、俺のな。俺の妹が好きなんだよね、ランドは。でも村長の娘に好かれるなんてね、将来安泰じゃないですか、本当は。ランドいるかな？いたいた、ランド。よいち、よいよ食べらしちゃうな。なーに、タイニアちゃんがいるから俺は面倒見るから。兄貴は心配しなくていいぜ。俺結構見て根は真面目なんだぜ。なかなか信じてもらえないけどさ。ところで、霊毒城はマルシェの町よりずっと南にある。王様に会える、頑張ってこい。兄貴。だからこいつ兄貴ってついてたのか。ターニアが好きだから。繋がったな。いいね。こっから南ね。ひたすら南に。南下していけばいいよね。うわ、盛りだくさん。右のオーナメグジもすげえ顔してるよ。悔しいです。すごい嫌な顔してるじゃん。あ、ピグレットか。最近はザブングルよりピグレットか。ここだ、これだ、これ。よし、6レベ。ん？インパス？何それ？初めて聞いたぞ、俺。インテラパークスティキュー。宝箱を見、あ、なるほどね。あ、そっか、ミミックいるのか。ここは霊毒城、通行証を持って名前してもらおうか。ほう、はるばるライフゴッド。かっこいいな、ライフゴッドって。ふむ、何？王宮の騎士募集ね。兵士か。騎士なんてそんな、大層なものになれないですね。ここは兵士になりきました。よろしい。では、城の鐘が鳴ったら集合するように。それまで町を見学していろ。金の音が聞こえる。どっかでフラグ立たなきゃいけないんだ。困った。井戸の中に。はい。
なんかモンスターいるけど。ぎひ、このお宝を俺様に拾ってもらったら何も出せないぞ。おーおーおお。なんか魔物いるけど大丈夫か。た、強ポエミ。おら。で、おら。おほえみ。はい、2回攻撃した。いけ。いけ。ボス戦じゃねえか、こんなの。いいね。激戦。ほえみ。いいね、危ねえ。これ、ジリヒーの1ダメージも当たればいいんだけどな。じゃんけんぽんみたいになってる。叩いて買うってじゃんけんぽんじゃねえか、これ。よこせ、俺に。強えな。よし、ほえみ。ほら。いて。あぶねえ。おら。ほえみ。いいね。激戦。おら。いけ、おら。ほえみ。あぶねえ、よい。おら。まだ死なないの、こいつ。MP が足りないだ。やばい、薬草。え、待って、俺薬草1個しか持ってない。頼む、もうやれてくれ。ダメか？倒した！ギリギリ限界バトル。おばさんの夢ゲットした。いや、超強い。ここで勝てる敵なんか。超強かったぞ。おばさんの守り神。守備力2上がる。いや、このために俺頑張ったの？なんかお礼くれんのかな？これをあげる。力の種。やったー！